パピさんやるでしょ？大工も。ああ、やるならやりますよ。じゃあ、2V にやる？パイパーのやつ見て面白そうだなと思いましたけど。それ何？2V やってたの？パイパーはオール1部1部1部1の8人制でしたああ、けど、かなり政治してましたね。確かに。ラスト変、まあ、変形だけちょっと押しとこう。ラブカなんか、ペルシャ。やどいて。Yes。1V だと、そう、いや、けどね、意外と攻められてるからそこを攻めようってなったりすると思うよ。1V1。だから、パピさんが言ってたのはさっき、バイパーがやってたの。1V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 1。FFA って言うんだけど。そういうこと。どっかで裏切る。上司はランバイでいきます。はい、即落第予定です。はいはい。見えるぞ。まさし今も多分できると思う。うん？羊足りなかったら言ってください。微妙なやつ取りました。はいはい。KO 入らずアランバイを多く出しますね。ああ、どういう囲いでいきましょうか。ははっ。OK。I can feel my bones 今始まる見らないこのマザーザブロー。そうそう。イージードゥマッサシ、イージードゥマッサシ、踊る君はマッサシ、ウォウォウ。俺結構そのコンピューターとやるときにさ、最初コンピューターとよくやってたんだけど、コンピューターと政治的駆け引きするのが好きだった。俺が最初にゲームでハマったのは三国志。ああ、こんなことできるんだって。味方とこうコンピューターと組むっていうのは斬新でさ、当時。あ、なんか俺こう4ぐらいかな。そうね、スーパーファミコンとかで。ああ、そう、それはあると思う。イノがいない。いる？サンキュー。ほいほい。ここ閉じます。なんかさ、忠誠心を下げてさ、裏切って味方にさせるのは大好きだったんだよね。あとこう探して登用して、
どれ？あとセブンだったかな。それまで君主になって、まあ歴史上の君主と、まあ曹操とか劉備とか、あとは新君主を作るとかっていうのはあったんだけど、そう7からよくあるっておかしいな、自分主体になる、要は君主じゃなくて使えるとこから始める。そうそうそう、俺あれ最初の時ね、あ面白いと思う。って思ってさ、まあ結局君主になるんだけど、まあ正直だがゲームバランスはいろいろ言われてたんだけど、俺は結構好きだったな。そういう世界観というか、今まで君主しかできなかったそのゲーム性がさ、なんか世界をより、よりその世界観に没頭できるというか、働いて給料もらうみたいななんだけど、俺はね、まあ昔は本当初心者だった、初心者っていうかプレイするのはやっぱなんだかんだ王道の劉備ってやってたりしたんだけど、キャラクターでやっぱ後半的に好きになったのは、その蒼天航路っていう漫画を見てから、あ、そうそうかっけえなって。蒼天航路って漫画面白かったな。もし見たことない人がいたら見てみてください。そう、蒼天航路のね、各キャラって魅力的なんだよ、めちゃくちゃ。そう、僧侶最強、かっこいいね。まあでは全体的にどのキャラもかっこいいんだよな。ジュンイクとかも好きだったし、トータクですら一番かっこいい漫画だったわ。悪の中で悪中の悪って描かれてて、みんな壁できた？言うの忘れてたわ。完了です。オッケー、ナイス。Yes. ん？ここ空いてる。家で石。やばいねそれ。タクロ。いや、ないなぁ、お墓参りは。なんとか桜を。家壁。もしかして俺劉備玄徳の息子なのかなって。
だけらあら。お、こっちは開いてるね。クマさん、こことここ閉じよう。メタイヤ。ネルマタ。Yes。ビビビゲンでぶつかるとダサかっちゃった。ミスった。ネルマタ。ビビゲンとぶつかる良くなかった。メタイヤ。ネルマタ。きっちりユニスしてんじゃねえよ。いや大丈夫。ああ。あかんあかんあかん。これ入られちゃう。で、これが入られるっていう。あ、入られる。間に合いまだし。コングラチュレーション。ナチャヤネルマタ。ナマステ。メタヤネルマタ。お、ネルマタ。キャンセルです。どこに乗ってるかな。ここったいな。ナマステ。ラクラネルマタ。大丈夫そうっすかね。うん。はい。ナマステネルマタディネルマタ。はあ、カネネルマタ。兄はここにいる間に。メタヤメタヤネルマタ。そうだね。はあ、ラクハラ。アディシ、ネルマタ、ナマネルマタ。いとこうぜ、ステコさんじ。はあ、ここ入られるね。ネルマタ。本当？ネルマタ、ネルマタ。あー、入ってくるね、ここ。ネタヤン、ハウンディ。ネルマタ。アディ、ネルマタ。ナマステ、ネルマタ。指防御。攻撃は入らないです。ネルマタ。アディシネルマタネルマタ。まあそうしてくれるちょっと嬉しいね。ナマステ。いや何も考えてない。メタイヤル。メタイヤル。ネルネルネルマタ。明日ねゲームできないんだよね。入られてます？メタイヤル、ネルマタ。
チラッサルハラメルマタはい、こんばんみ、アランコン。そう、だからちょっと多めに酔ってます。今日谷尾はね、悪くないね。ただ良くはないかな。ウェブ、何？種弓長槍ここ空いてます。はいはい、慣れてるね。ここは柵できそう。そうなりますな。こんなとこか。でかいでかいでかい。マジか。はあ、ネルマタ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 。金が少なかったか。アディ、本当だ。金掘りは少ねえ。ネルマタ、ハネ。ナマネルマタ。全然あれだったな。めっちゃ出すって言って全く出してねえっていう。ただの 1TC で抜くとあれじゃねえかっていう位置でね。もっと海田さんが入った文明は中途、ん？シュートン？あ、おお、ラクダで行きますね。羽がいった。あ、ランバイの攻撃は何扱いなんだろうね。市場作りましたよ。何を思いっとこう。アディネルマタ。ポイントシー入って。
ここ開きましたね、注意してください。ビルマってゾーンもありか。石がどう行く？どっちがいいんだろうな。ゾウで行くか。じゃあビルマ、内政荒らしたいぜ。そうね、まずはランバイから。そうね。みんな攻撃しようか。なんかレイティスっぽいのが。はい、行きまーす。行きまーす。空いてる、空いてる。おお、なんかすごい。どうする？空いてる。どうしようかな。いいですね、はい。はい、だ。アイトルやないかい。
はい。太陽。ね。こっち側しっかり壁だと思ったけど、大事なところが。アパカバモン。門かなんかしてもらえるかな。アンド枠効くんだっけ。欲しい人いますか。資源、肉。あ、あるなら。足りてるけどあるならもらおうかな。まったくなかったぜ。とんかつ村さんの再来が。ちょっと私左から行きますね。え、はい。あ、ここ。クマさん、ここ開くんで。Yes。 あ、ね、ウィンドハサ、ウィングドハサ火が欲しいな。いけるか。ごめんなさい、開かんかった。ちょっと今一応お守り切っときたいな。よし、下がりましょう。ここ来てるね。攻撃はこんなもんでしょ。入ったな。めっちゃ白い。どう？
あ、よいしょ。ここ気をつけてね、大丈夫、対応してね、頑張って。Yes. メッシャーあったらしいな。もらえる資源があればゾウは出る。オッケー、対応しますね、そこ。Yes。 それはまずいね、それはまずいね。ここでいけると思うんで対応できます。うちは下側はいいから、みんな上側集中してもらえれば。オッケーオッケー。まあ、投石出しますかね。ナマステ、ネルマタ。ここ私も合流しますね。アップ剤お願いします。上はもっと壁とか何重かにして入られないようにお願いします。はいはい、はいはい言ったけど開けてしまったんで。
これは弓出してくれるのはラッキーだよね。高評価お願いします。今日高評価あのあおっとめっときた。メルシャーは本物の像とかのかな。円筒割れたらお願いします。姫氏お願い。ノーミスが減ってんな。ありがとう円筒助かれ。割ってくれるのレイティスマンいっぱい来てます。そこ壁が足りないね。石が上げちゃってゼロ。ちょっともらえます。ナイスです。あー入られる。農民潰してください。すいません。と金ある人いますか。壁します。時間割られたな。
崖の壁。いいね。資源なんでも。もう一回なんか欲しいな。よいぐん。チャンネル登録。どんどん支援お願いします。特に飯
ギリギリ。軍が入った、戻ってるね、戻ってるね、多分軍が入った、こっち返した、返したってか、帰ったね。ちょっと耐えてもらおうかな、ごめんなさい、中央を復してもらえるかな、建物も。取り返したほうか、一旦引いて軍貯めましょうか、そっち。で、何のうちにここももう一回壁、もう一回壁、これだけ厚壁してるから、あんまりこっち側も安心はある、安心感はある。ここで対応する、これ円筒出せると嬉しいな、パピさん。オッケーオッケー、出します。前の方に、あ、オッケーオッケー、大丈夫です。その小屋でちょっと耐えましょう。あ、ここここちょっと、うん、壁をしてほしいな。開いてる。そう、確かに森を張ったから、森をすぐ行かれてもいいように何重にも何重にもしとくっていうこと。それが大事よ。前取れれば取れるほど、その前側で壁を作っていく。あら、ここやばいっすね。
ヘロー多いな。あ、まだ得点を上げないようにすればいいかな。帰ったのを見計らってもう一回まだ島に出る。一大決戦がここは。城を使う。クマさんに次元を送るんだけど、キメシ、あと30で最後に、ちょっと待って、まだ出せんけど、あと得点を取る感じで。当てない、当てないよ、大事なとこ以外は。うわ、怖そう。まだ資源大丈夫、まだいいよ、ギリギリね、ギリギリ。小屋を割ろう。得点を上げちゃダメね、得点は大事。当てないでいこう、当てないで。あと最後に送る資源を。あと8年、最後送るよ。クマさんでしたっけ？クマさん。オッケー。アデシ。マジか。試験じゃ。おお。300点ぐらいだな。レイティスにビルマ、これアランバイ弱かったか、結構サクサク死んだ気がするんだけど。やり方いいゲームだったね。もちろんそうね。これクジラマンさんがこれ、ああ建て方のでき建物はデリタだったね。ここそれがもうちょい新建てるとか、俺が、ああ、まあけどいいゲームだったね、これは。
出しても惜しかったです。あ、来た。もうちょっとでしたね。箱揃ってないやつが。え、うん、箱揃ってないやつなんか言ってんぞ。箱なかったでしょ、あった。俺ビルマ全部持ってってます。ビルマ全部持ってってます。箱2個しかなかった。マーさんが5個持ってるわ。そう、あれ、レイティスってビルマンのアランバイに強い、なんかボーナスある？えらい知らなかった？巻きつかれて？ああ、なんか、ヒットポイント。いや、あいつもう巻きつかれたもん終わりなんで。ああ、そうね。巻きつかれたらやばい数減ってたでしょ？いや、減ってた。びっくりした、減ってた。あれって。まあ、もうちょっとね、引き出したかったんだけどね、なかなか。これ、アランバー最後壁突っ込んで、開いてんな。本物のゾウさん出てたからな。よくジジイでうまくやってたね。いや、けど、いいゲームだったな。これ、開いてたな。これ、あと壁割れんだよな、マジで。アランバーだったら。いや、こういう木こりとか、デリ、相手一気にいけたし。ミスったね、こっちスカスカだったな。はい。結構、ノーガードでした。確かにね。もう右は鉄壁のまだしだったんだけどな。うん。まあ、右はね、そこまで怖くなかった。たんだけど、本物のゾウさんがちょっとやだった、ね、やっぱり。まあ、本物やからな。あれもうちょっと貯めてきてたら、ああゾウさんね、遅延だったかもしれん。あとはラムと一緒にとか。そうね。オーランド騎士はあんまり強くないな、この展開と。うん、オブヒをガン回しして。ただ、クマさんの陣の作りはすごくいいね。これ、ミニマップの時に結構クマさんの陣地がすごく広く見えるのは、これはめちゃくちゃいいね。ちょっとキムシさんがちょっと少ない感じはするよね。この周りと比べて。あとはこの青。まるでクモの巣のように。巨大な男。結局負けてるんだよな、でも。負けていいゲームだった。はい。いや、もう今日は終わろう。さすがに。終わりですか。終わり。いやー、なかなかいいゲームでしたね。いや、今日結構 GG、あ、参戦とも GG だったかな？多分。アランバイ、白ガンガン割れたイメージだけど、今のペルシアの城だからか。7000やんな。あんま変わんねえ。6309。あれ？そんな変わんねえ。ユニテクやった？そう、マチュア人5800あるって言ったら入ってんじゃない？ユニテク。あ、全部押してるはず。ユニテクやりました。いやー、疲れた。ああ、ランバ弱かったな、そうすると。ラクダ引き打ちも結構厳しかったしな。ちょっと歩けばリトアニアとマヤの羽とかいるし。動けないとね、アランバイあんまり怖くないんだよな。ね、あ、いやけど面白いゲームでした。はい、ということで、今日もありがとうございました。高評価
高評価とチャンネル登録、はい、お疲れ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あさってが、来週、この、私チャンネル YouTube 活動報告の方を、公開したいと思います。こちらはね、1時間ぐらいの、あい、クジラマンさん、お疲れ、久しぶりだね。